はい、今回は判題、2021年文化係数学の問題を説明します。 A を実数とすると、 C を方物性 Y を X とすると、1番点 A マイナス1を通るような C の接線はちょうど2本存在することを示したいです。まあ、2本存在するということは、結局は、判別式が正ということを説明したいな。で、Y' は X の接線の式t と t としたら y-t 乗は 2t の x マイナス先生のことで表現されるね。で、これが y が、マイナス1で x が a だいぶしてるな。マイナス t 乗をプラス 2at マイナス 2t 乗な。これ t 乗で、整理したら、マイナス 2AT マイナス 1AT でこんな式が出てきます。で、こんな式が出てきて、これ判別式は B は A 乗プラス1で正になると、正になるということやから、2本存在すると。で、次 A マイナス1から C に2本の接線を引き、その接点を PQ とすると、直線 PQ の方程式はこれこれであることを示しなさい。C、まあ、こう、ちょっと、こう書いたら、こう書いたとしたら、まあ、この辺から、接線をこう書くと、ね、ここ接線やったら、ここの点は、P と P と、ここは Q と Q と、そしたら、まあ、求めるのは、この直線の方ですけどな。この直線の方程式は、これは y、この点を通したら y で p 乗、傾きが qp から q 乗マイナス p から、で、f マイナス p。これは q プラス p な。で、変形していくと、これは y の q プラス p の f と、で、マイナス p 乗消えるな。で、マイナス qp だけのことか。マイナス qp だけのこと。こんな式なんですよね。あ、で、ここの式でね、これは t 乗マイナス 2at プラス1というのはね、これ t はまあ2つ存在するということでな。正接線の式、まあ、これとこれやけど、これは、x-p と x-q が接点が x-p で x-q やから、この、解答分の公式で p プラス q がこれが 2a で pq がマイナス1かな。これは 2ax マイナスのプラスか、 y は 2ax プラス1というふうにも表せますよね。はい。